柳田府、小山古墳、青島田古墳群、青島田古墳群の位置、青島田古墳群は、富山県氷見市青にある、古墳群。史跡指定はされていない。富山県北西部の野戸半島漬根部、与川川下流砂岩の丘陵上に映像された、古墳群である。A 氏、軍10期 B 氏、軍3期の2軍系1 3期から構成される。1999年に発見され、これまでに、 1> a 1号墳 a 2号墳で発掘調査が実施されている。古墳群は古墳時代前期の a 1号墳の築造を契機として他の各古墳が中期から後期にかけて映像されたと推定される。特に丘陵最高所に築造された大も墳の a 1号墳は富山県内では南約6キロメートルの柳田府、小山古墳に次ぐ規模で前方公園墳としては富山県内で 最大規模になるとして注目される。富山県内では、1998年に、柳田府、小山古墳が発見されており、同古墳とともに、富山県ひいては、北陸地方の古墳時代史の見直しを求めた古墳群になる。なお、丘陵上では、青島、小山鳥であと、青城、稲積城といった中世山城の築城も知られる。 青島田 A1 号墳は、丘陵最高所に所在する青島田古墳群の主墳。2001から2002年度に発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を東方に向ける。墳形に断築は認められない。墳形の規模は次の通り。富山県内では、柳田府、小山古墳に次ぐ規模で、前方後円墳としては、富山県内で、 最大規模になる。噴球表面で不起意し、埴輪は認められていない。主体部の埋葬施設は、公園部噴頂において、次の二期が認められる。この青島田 A1 号噴は、古噴時代前期後半頃の築造と推定される。柳田府、小山古噴とは、同時期、またはやや先行する時期とみられる。青島田 A2 号噴は、A1 号噴の公園部背後に所在する古噴。 2004から2005年度に発掘調査が実施されている。墳景は長方形で、東西13.0メートル、南北10.0メートル、高さ1.75メートルを測る。青島田古墳群では唯一の豊墳となる。墳景に、断築は認められない。また吹石、葉には、とコン土器も認められていない。主体部は、未凍屈の木管自家層の一基で、 噴給主軸と並行して構築される。副葬品は認められていないが、木管底面で赤色顔料が検出されている。以上より、築造時期は A1 号分と近い古墳時代前期頃と推定される。注射区出店青島田 A1 号分に関するカテゴリー。ありがとうございます。